こんにちは、クリッカーツッキーです。伝説のドライバー鈴木敏夫率いる R3 号専門ショップ、確実なポテンシャルアップを約束するオリジナルパーツ群、フォーミュラやツーリングカーなど数々のレースで輝かしい戦績を残している元レーシングドライバー鈴木敏夫氏同士が R35GTR のテストドライバーを務めた経験をもとに、チューニングからメンテナンスまで GTR オーナーをサポートしているのがヌルドリンクだ。発売から10年以上が経過する GTR は走行距離が伸び、さらにハイパワーによるダメージが各部に蓄積し始めている頃、そのためベストなコンディションをキープするには正しい知識と経験が必要とされるのである。実際に初期モデルとなる2007年式は数多く入庫し、エンジンやミッションなどあらゆる面をリフレッシュ。その作業とともに多くのユーザーが選択するのがオリジナルで製作されるチューニングパーツの装着というわけだ。特にエアロボンネットはドライカーボン製だからこそ実現できた軽量さと強度、エアーアウトレットを設けることでエンジンルーム内の排熱性能をぐんとアップ。見た目だけのカーボンボンネットとは違い、そのクオリティはまさに機能部品と呼ぶにふさわしいものだ。一方のアンダーパネルはボディ底面の整流効果を高めダウンフォースを増大、ドライカーボン製のため時速200キロを超える高速域でも安定した性能を発揮してくれる。エンジンルーム内に溜まる熱を効率的にシャシー下方向へと導くエンジンルームシュラウドや、空気の流れを整流するエンジンカバーなどはルックスだけでなく冷却性能を高めるためのパーツも多数用意されている。足回りではビルシュタインダンパーをベースにサーキット走行などの限界性能を高めるオリジナルダンパーをラインナップ。このサスペンションは日産自動車と共同開発品を行ったため、本格チューニングパーツながら GTR 特別指定部品に認定されている。エンジンパフォーマンスの強化の前に必要とも言えるのがブレーキの強化。405回ビッグローターキットは疑似カーボン被膜でコーティングすることでカーボンローターに近い制動力を発揮してくれる。エクステリアパーツだけでなくシフトゲートやコンソールのフィニッシャーにもドライカーボン製パーツが用意される。ドライバーの視界に入る部分がしっかりとコーディネートできるラインナップも魅力。そしてレノカと共に共同開発した R35 用オリジナルシートはサーキットでのホールド性と街乗りでの乗降性を両立したアイテム。軽量なカーボンシェルを採用しつつ純正同様の電動調整機能を併せ持つことで便利性も徹底追求している。長く乗り続けても色褪せない R35GTR だが、楽しく乗り続けるためには的確なメンテナンスと本物のチューニングパーツが欠かすことができない。その全てを満たすことができるのがノルドリンクなのである。